部だったな刀剣乱舞始めるとしよう運命はここに巡り来たる行進を見守るのも父の役目よなどれどれこの父が率いようぞ装備の役割は一つではないぞ <laughs> さてどうつける趣味が出るところよな見た目で相手を測ってはいけないぞ我は今の形の日本刀が生まれいずる時代の剣いわばここにいる刀剣の父も同然よ この父まで引っ張り出すとはこれも運命なのかこれどうしたのだおやおやこの我を差し置いて眠ってしまわれたか新しい刀が来たかどれこの父が見てこよう。 そーら、これよ。おお、力が。おや、任務が終わっておるぞ。どれ、主よ。この父に実績を見せてみよ。 酒が飲める店ではないのかいやいや成人から1000年以上経っておるでなでは行ってくるぞ遠征部隊が戻ってきたな戻ったぞ父が不在でも息災であったか では偵察情報をこちらによこせよしよし揉んでやろうか遅い せいこの黒い淀み受け止められる倒す笑いなよにっかりとそら、ほらーこうきてそうそこですせい さて出陣よでは偵察情報をこちらによこせそれでは。 刀本来の役割を果たそうか,倒す,かすったか倒す亀の甲よりカラスの年よ。 おお、これは行う。大将首は昔から一番の名誉よでは偵察情報をこちらによこせ。 それでは、刀本来の略割を果たそうかなかなかやりおる壊す倒す外敵を倒せとこの身がうずく侵略す 亀の甲よりカラスの年よ。<laughs> 待て待て傷の治りが遅くなるぞ <laughs> 大概にせよ怪我人相手ぞ小休止を取るぞ小峠へ許せ。 しばしコラに任せ我は休養としようぞ「章はつけどこれは謙遜昔は「章や「大」を意味する言葉に「章をわざわざ当てていたのよこの小ガラス丸は「小烏丸」は日本刀と直刀の中間にあたる 日本島の父のようなものよ。